なぜか知らないけれども、うん、日本人、日本の中で謝罪したら終わるんですよ。コーヒーカップの例でかか例えてみましょう。私がだからコーヒーを安田さんにこうぶちまけて、あの破片がバラバラ散らばっているのに拭きもせず破片も片付けずすいませんとか言いながら拭かない、うん、で、分かる分かる、いやで本当にアホなことをメディアとか社会運動まで含めて、うん、みんなこう遊びみたいにねゲームやってその日本型ハンサムのゲームやってるわけです。そうですね。こうやってなんでばらまいたのかっていう原因を考えてみる。そう。ヤン君なんでコーヒーをこぼしたのか。いや別に意図はなかったんですっていうことを言うわけ。うん、でもこの話が笑い話で済むのはコーヒーカップだからで、うん、実際にコーヒーカップではなくて差別で、うん、例えるならば、うん、生産管理の入った瓶ですよ。だから毒入りの瓶をぶちまけてさあ大変だって言った時になんかすいませんって言えばなんかマスコミの追及は終わるわけですよ、うんうんうん、そうではなくてその直ちに謝罪とか賠償とかどうでもいいから早く吹けよと、うん、毒ガスが蔓延して誰かが死なないために自分が蒔いた差別の種を全部刈り取りなさいってことなんですよ。そういうふうにどん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 追求するっていうことをヨーロッパとかアメリカとか他の国はやってるのに、うん、だからこそ民主主義がかろうじて人類の中で保たれているのに日本人はやってない、うん、だからこういうのはやっぱりスト破りみたいなこともので人類で差別で戦うのは義務 なのに日本の市民はそういうことをサボってるってことなんですね、うん、要はその 後始末というかそのさっきからそのリャンさんがDHC は反差別運動をすべきであると反省しているというのはね、うん、っていうのはその片付けるにあたるそうですなりますよね。そうですそうです。でまあそのとにかく日本はその謝罪して終わると、うん、しかもその謝罪がすごくなんか意識そのつもりはなかったんですが誤解を与えてそうそうそうでしたみたいな、まあそうこれは、まあ、もはやリャンさん的にはもうこれテクノロジーなんですね。テクノロジーです。まあ大学のいや正直研究者はもっとこういうこと言うべきでいやミシェル・フーコーが言っているその他者を統治するテクノロジーです、うんうんうん、いやで実際みんな統治されてるじゃないですか、うん、